透明になれたら何しますか、うん、透明になってやりたいことがない。でもなんか透明に なれたら何しますかって、だいたい男の子の方がさ、なんか女用を覗きたいみたいな、な、あるけどさ、でも実際透明になれた時ってさ、本当に覗きたいかって思わない？急に。いや、でも待て。行くのめんどくさってなんね。あの、透明になれた場所によるよね。例えばなんかさ、あの、それこそお風呂、温泉に来ててさ、透明になれたんだったらやっぱ女湯は覗きたいよね。だけど、家の中で透明になれたら何したいですかって言ったら、いや、別に透明になってしたいことはないな、で終わっちゃうんだよな。おもんな。何がなのね、もうあの AV みたいになっちゃうじゃん、だって。透明になれたら何したいってもう。B 級の AV みたいです。やめな！性癖、それ性癖だからやめな。そういうのが好きな人もいるんだからやめな。はい。はい！たまにぶっ込むの何なん？私のことを勝手に清楚だと思い込んでるだけじゃない？それはなんかさ、私が普段そんなことを言うわけがないと勝手に思い込んでいるだけだよ。割と普通の私の配信見てると割と普通に言うよ。まあ、マリーほどひどくはないけど、絶対言わないんだからみたいな、そんな感じの配信ではないです。なんだろう、常にほら、私はさ、別にさ、エッチな妄想してほしいとはみじんも思ってはいないので私で抜いてとか全然思ってないからさ、抜いても、うん、抜くなら黙って抜いてみたいなさ、そういうくらい、ね。なんとも思ってないけれども、話題になるポロって出ることはある。えっつって。それはほら、マリンだから。それはマリンに任すよ、そういうのは。そこは触れるんだ、つって。気になるかなと思って。気になるのかなと思って。